私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊力の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。イベントクエストいきましょう。読めない。アランカル競争そういうのひとときかな。はい、1話。アイゼンの命でラスノーチェスで増えるうせものについて、調査をすることになったウルキオラ。その先に待つものとは。ラスノーチェス、気を緩めるな、愚劣だ。やめておけ。愚劣だ。セロオスキュラス、うん、愚劣だ。諦めろ。おお、てめえ。甘い。2話。ウルキラは暇だというヤミーと共に引き続き伏せ者の手がかりを探す。伏せ者でいいんだよな、きっとな。でも これはゾマになりました。
3話。ゾマリが見たという犬を追いかけるウィルキオロと読み、向かった先にいたのは、見えてるやんけ。抵抗は無意味。無駄なことです。残念。さすが早いよ、ゾマリさん。どうしますか。無駄なことです。今日は残念。どうしますか。へめ。邪魔すんなよ。爪が甘い。すげえ薄っぺらいな匂いな。これまたウルキン人間が気を緩めるか。やめるか。やめるか。やめるか。うるさいんだよ。やめるか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 。グレッツだ。セロオスキュラス。グレッツだ。やめてくれ。ミスター。見せておいてやる。これが解放状態のエスパーダの放つ黒いセロだ。甘い。次。ヤミ。そろそろ行くか。めんどくせえ。
ラストゾマリ。抵抗は無意味だ。無駄なことです。どうしました。あれ当たってない。残念。残念。無駄なことです。画面全体じゃないの。無駄なことです。残念。どうしましょう。やろうな。残念。無駄なことです。画面全体のつもりで協賛を使ったから当たんないんだ。残念。無駄なことです。どうしましょう。ヘメロスソニード。まあ手品の類のお遊びです。ヘメロスソニード。まあ手品の類のお遊びです。勝ちたかったな。爪が甘い。はい、じゃあ、昇級出していきましょう。はい、昇級出してきました。予想通りの人間ですね。マジでさ、毎回これを人間にするの本当にどうかと思うんですけど、皆さんどう思いますか。めんどくさいのよ。気を緩めるな。グレッツだ。やめておけ。グレッツだ。セロオスキャラだ。グレッツだ。勝って。やめておけ。グレッツだ。グレッツだ。やめておけ。あ、こっち。グレッツだ。グレッツだ。やめておけ。セロオスキュラス。グレッツだ。右左いっぱいだな、これ。グレッツだ。やめておけ。グレッツだ。セロオスキュラス。グレッツだ。やめておけ。え、まだまだそっち。グレッツだ。侵食で回復してやる。グレッツだ。やめておけ。グレッツだ。やめておけ。グレッツだ。グレッツだ。セロオスキュラス。グレッツだ。やめておけ。グレッツだ。グレッツだ。やめておけ。グレッツだ。セロオスキュラス。行ったり来たりだな。見せておいてやる。これが解放状態のエスパーダの放つ黒いセロだ。見せておいてやる。またった。甘い。
これでウルキオラが新しいですね。はい、こんなとこですかね。普段通りの300万ポイントまでで、それ以降はブレストルガチャチケットというタイプかな。そうですね。はい、しっかり周回して頑張っていきましょう。ボーナスキャラはこんな感じ。はい、以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。